こんにちは。もしよければ動画についての質問やリクエストなどあれば下のコメント欄までお願いします。はい、今回はナチュラルなヘアアレンジのやり方を紹介していきます。まずはイヤーとイヤーで分けます。そしたら次にトップセクションとミドルセクションですね、耳のすぐ上あたりでちょっと後ろ下がりの斜めにブロッキングを取ります。あとはよく根元から手ぐしで綺麗に整えます。引っかからないように下の方は止めておきます。でダウンステムでゴムを使って結びます。でちょっと斜めに指を通して前に斜めに引っ張ります。根元の方までならまずは縦に引き出してちょっとラフな感じですね。一度ほぐしたらもう一度ギュッと絞ります。ただ次に今の毛先もまとめて下の方でよく溶かして、ここも頭皮にくっつけるような感じでダウンステムで同じようにクルリンパで でこれでまず一度止めておきます。で次にサイドの髪の毛も手ぐしで溶かして内側に3回、4回ぐらいねじって1個目のクルリンパと2個目のクルリンパの間に持ってきます。そしたらここをゴムでとめたら前にクルリンパ、この余った毛先を先ほどの下のちょっと緩く開けてたのでそこに向かって入れます。で毛先をしまい込んだら一番下のクルリンパを絞ります。あとはこれをほぐしていきます。下の段から縦に引っ張るような感じで立体感を出すような感じ。
また最後下を締めて、最後に飾りをこのちょうど1段目のクルリンパの下ぐらいですねにつけておきます。すると簡単にできる自然な感じのアレンジが完成します。よかったら参考にやってみてください。今回は以上でした。